会いたいんだい、まっすぐその店から即魔天買わせてよ。夏にポケカを買いたくて走る僕に。はい、どうも、キャッチミーの高雪です。というわけで今日もポケモンカード開封やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日はポケモンセンターから送空ストリームが届いたということで、1ボックス開けていきたいなと思っております。で、まあ、マテンパーフェクトの方はね、8月出荷分だけ当たったっていうことで、8月出荷分を気長に待ちながら、ボックス開封はまだできひん状態なのかなと思っております。で、まあ、さっきもね、ちょっとバックナンバーのね、高根の花子さんに乗せてね、こいつを出してきたと思うんですけれども、本当にボックスで買えない、マジで高値のポケカさんになってしまっているので、またねポケモンセンターとかでね普通にいろんな種類のねポケモンカードが買えるようになるのか待ち遠しい状況でございます。まあこんなね冒頭の部分長々と喋っててもあれなので、早速ソークストリーム開封していきたいと思います。じゃあ早速開封準備していきたいと思います。はい、というわけでまあ開封準備できたので今から開封していきたいなと思うんですけれども、今回はねちょっとポケセンのお届け物っていうのもあるので、こっちのねプロモカードパックとドラゴンポケモン V ゲットチャレンジが1枚ずつあるので、こっちから開けていきたいなと思います。1パック目って言っていいかな。まずはドラゴン V ゲットチャレンジ、これレッグーザが来てくれたらめちゃくちゃ熱い。いきます、せーの、ほい。あー、バクガメス、もうすでに持ってるね。バクガメス持っちゃってるんでちょっと被っちゃったんやけれども、まあこのチャレンジができただけ良かったとしましょう。というわけでまあここから本編ソークストリーム開けていきたいなと思います。はい、1パック目、まずは何が出るのか。お、スタートはコモルーからやね。はい、コモルー、ヤナップで、サンドパン、おー、ジガルデ、いきなりレアから始まりました。そして、電撃の巻物、天の巻と。さ、まあ、場所的にはこんな感じかな。2パック目、ヤクデ、タツベ、カネコ、ほい、バクガメス、さっきも出てきた。そして、スーパーボールと。さ、3パック目、キューコンスタート。いいね。美しいキューコン。あ、サナちゃん、2枚目。で、シェルダー。おー、モココ。モココはね、嬉しい。ちょっとレアの方に置いとくわ。で、霊界のお面と。モココはね、マジで、使えるカードやもんね。レッグーザの相棒って言っていいんかな。相棒になるくらいのカード。おー、いいね。いきなりなんか、光ってるね。さあ、何が来るのか。エレズン、オドシシ、カジッチュ、せーの、ほい。おー、オッケー、レッグーザ V 引けたー。ここ引けるんは熱い。そして、レッグーザ V マックスも欲しいところ。まあ、一発目、レッグーザ V 来てくれました。さあ、次、5パック目。ガラルダルマッカ、あ、かわいい、ラッキーや。そして、サンド、せーの、ほい。おー、レジエレキ。で、トイキャッチャーと。あ、トイキャッチャーもね、本当に強い。ここ、ちょっと使いたいカードの一つなんよね。さあ、次、6パック目。フリージオ、スクールボーイ、マイナン。おー、オーロット V マックス。初めてやね。前のね、15パック開封の時はね、V マックスね、全然出てきてくれなくて、っていうかもう、V と VMAX がね、かなり被っちゃって、まあ、被っちゃってって言い方おかしいけれども、レッグーザばっかやったんよね。なので、ちょっと、他のコラが見れなかったっていうのもあったんで、オーロット VMAX 出てきてくれたの嬉しいな。1枚目はね、普通に嬉しい。さあ次、ヤクデ、ヤジロン、トロピウス、アップリュー。うん。このアップリューもね、共産粘液がめちゃくちゃ強いよね。相手の場の特性を持つポケモンの数かける50ダメージやもんね。もう言うたらね、普通にコクババドレックス対策とか全然できるし、もう一個のねタルップルの方も出てきたらまた説明すると思うけれども、タルップルの方はタルップルの方で害悪感あるもんね。さあ次、ロコン、ダラルヒヒダルマ、ヤナキ、ヨワシで、嵐の山脈と。いいね、嵐の山脈。ここ最初のね15パック開封の時は当たらなかったんでもらえてよかった。さあ次行きましょう。さあ次がサンドパン、バオップ。ええー、かわいい。このバオップ初めて見たかも。いいね。バオッキーはね、15パックの方で見てたんやけれども、これ初めてやね。かわいい。で、羽っこ、バクガメス、霊界のお面。さあ次。お、ちょっと光ってた。ダブルレアかな、でも。サンド、バオッキー、ラッキー、ほい。オーロット V。おー、オーロットが。
進化ライン揃ったね。で、タルプル。あ、出てきた。タルプルもね、相手の場のポケモンについている特殊エネルギーの枚数かける70ダメージなんで、もう今一撃エネとかね、連撃エネとか、普通にストーン等エネルギーとかね、特殊エネルギーめちゃくちゃはびこってるんで、このタルプルはマジで強いと思う。あ、もうさっきで10パック終わったよね。これで11パック目やね。お、また光ってる。さあ、ぬいこぐま、キュウコン、ヤナップ製の、ほい。うおお、マジ？きたー、レックーザ VMAX の HR！ やったー、嬉しい。マジで？やったやったやった。やっぱ、ソークストリームとマテンパーフェクトめちゃくちゃいい引きしてんな、2回連続で。いやー、なんか HR 祭りしてる。嬉しい、ありがとうございます。とりあえずレックザ VMAX の HR 当たることができました。いや、もうスペシャルアートが良かったとかね言っちゃいそうやけれども、全然 HR でいい。一回これ先スリーブするわ。まあなんか普通にね、プライベートでポケカシするときとかには使えへんようなカードやけれども、こうやってね、高レアリティのカードを引いていけるのは嬉しいことやね。で、まだ前半のね15パックの方なんで、これは2枚箱期待できるんじゃないか。お、モココ来てくれました。で、オーロラエネルギーと。いや、マジか。ちょっとレックーザびっくりしすぎて、なんか変な驚き方してるかも。いや、最近ね、ちょっと声の調子が良くなくて、リクティニのレア。で、丸役でと。最近ね、ちょっと声の調子がそんなに良くなくて、大きい声出したりね、高いところで声を出したりすると、声がね、飛んじゃいそうになっちゃうんで、そこだけね、怖いんよね。まあ、そんな状況でね、冒頭歌うなよっていう話なんやけどね。で、ゴムのグローブ、ファルシェント。前半戦ラストの15パック目。コモル、プラスル、フリージオ？おー、ウルガモス V。これも初めて見たね。本当にレックーザ以外見てなかったっていう状況やったんで、ウルガモス V なんか強いってめっちゃ聞くよね。あ、当たり付きアイスや。いいね。というわけで、まあ前半戦、こんだけ当たっちゃった。めっちゃ早い段階で5枚も当たって、後半戦どうなるんかわからへんけれども、後半の15パックも開けていきたいと思います。早速開けていきましょう。16パック目。お、また光ってる。ヤクデ、ポポッコ、シェルダー。おー、チャーレム V。これも初めて。ヨガループがね、また強いって言ってるもんね。この辺が当たってくれるのはめちゃくちゃ嬉しい。さあ次、スクールボーイ、バオッキー、シェルダー、ヨワシ。で、ヒガナの決意。あ、ヒガナの決意もね、なかなか当たってなくてね。ちょっと当たってくれて嬉しいカードの一つやね。さあ次、サンドパン、コモル、トロピウス。おー、レジドラゴン、かっこいい。ドラゴンエナジーね、これめっちゃ使いにくいんやろうけどね、 HP が残ってる限りはね、240ダメージでいけるっていうのもあるんで、これは普通に強そうなカード。さあ次、ヤジロン、キュウコン、メリープ、オーロラエネルギー、アップリュート。いや、なんか結構ね、最近2枚箱とか動画の方で見ることが多くて、なのでね、0枚箱もあるけど2枚箱3枚箱もあるっていうことを聞いてるので、ちょっと本気で2枚箱とか当たらんかなと思いながら開封してるんですけれども、ポケセンさんどうでしょうか。はい、ラッキー、かわいいラッキーからスタート。カジッチ、サナ、トイキャッチャー、いいね。で、ネンドールと。なんかレックーザ VMAX 当たったからな、このままの調子でレックーザ V の SR とかね、レックーザ V の SA とかも当たってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんやけれども、よわし。で、ハピナスと。まあこんだけね、いい引きをしてたらね、なかなか当たらんとは思うけれども、当てたいな。カジッチュ、マイナン、ダルマッカ、タルップル、嵐の山脈、いいね、2枚目。レックザデッキ作るんやったら嵐の山脈必須やと思うもんね。はい、次、バオッキー、エレズン、ガラルヒヒダルマ。おー、海流 V、 いいね、ダブルレア枠来てくれました。で、パルシェント。あ、でももうこれ V5 枚箱なんで、普通 V4 枚やもんね。多分もう SR 以上は来おへんのかな。ってことはもうここのもう一個の VMAX 枠でレックザ VMAX を引いて、できる限りいい状態で終わらしたい。ヒヒダルマ、スクールボーイ、プラスル。このプラスルね、さっきからちょっとこの動画では出てると思うねんけど、前の動画で出てなかった。マイナーしかいい日のかなと思ったけれども、プラスルもこっちにいたんやねって感じやね。で、あ、パルシェン、ヒガナの決意。いいね。ヒガナさんも2枚目と。ヒガナさんのね、SR とか HR とかもね、普通に欲しいっちゃ欲しいんやけれどもね。はい。タツベ、フリージオ、マイナン、あ、さっきの、プラスルのついやね。マイナンの方はね、なんか遊んでる感じがあって、プラスルの方は、まあ、頑張って戦ってる、修行してるって感じなんかな。いいよね、このイラスト。めっちゃ可愛い。さあ、光ってた、ヤジロン、ヤナッキー、バオッキー、
うおー、いいね、レッグザ VMAX、ありがとうございます。いやー、トリプルレアのレッグザ VMAX 来てくれました。もうレッグザ VMAX はね、3枚は欲しいので、まあ、このね、HR のレッグザ VMAX はさすがに使えないんで、コレクション用に置いとくっていうのもあったんで、レッグザ VMAX、普通のトリプルレアも来てくれてよかったなと思います。さあ、残り3パックやね。もう、これは、さすがに来ないか。ただでさえね、ダブルレア1枚多いもんね。でもなんか、エラーとかで、来てくれたりしへんかな。さあ、残り2パック。エレズン、サンド、ポポッコ、オーランドロス。で、ネンドールと。さあ、ラスト、いきます。光ってはなさそう。脅しし、バオップ、メリープ。あ、光ってた。ボーマンダのレアで、ゴムのグローブということで、30パック、開封し終わりました。というわけで、ちょっと整理していきたいと思います。はい。というわけで、ちょっとね、光の反射とかもあるんで、暗めにはなってるんですけれども、ダブルレアが5枚今回は出てきてくれたので、いつもやったら4枚なので、1枚多く出てきてくれたのは良かったかなと思うのと、オーロット VMAX とレッグザ VMAX、トリプルレアできっちりと2枚来てくれたっていうのは、ここ熱かったね。で、最後、ここのレッグザ VMAX の HR ということで、いや、ほんまに嬉しい。っていうか、びっくりした。こんなに HR って出るもんなんて感じなんで、レッグザ VMAX、大事にしときたいな。いやー、この調子でね、なんか、他のバラパックとかでもね、SIR、SR のレッグザ V とかね、SA のレッグザ VMAX とかも引けたら、めちゃくちゃいい展開なんやろうけれども、とりあえずね、ここの HR 引けたのはめちゃくちゃ嬉しかったし、変な驚き方してしまってたのでね、動画の音とかね、気をつけないといけなそうやね。まあでも本当にね、ポケセンからね、唯一、そうストリームが送られてきたっていうことで、まあ今回はこの1ボックスしかちゃんとボックスで引けへんのかと思ってたんやけれども、こんないいカードが引けて本当に良かったなと思います。というわけで、今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。